キュリー夫妻は1898年ラジウムを発見した。ラジウムには回復させる力があるとされ、様々なものに添加された。歯磨き、薬、水、食品、その輝くような緑色は化粧品や宝石にも使われるように。20世紀半ばになるまで、その放射性元素としての有害性が見た目の美しさに反して甚大なことが認識されていなかったのだ。残念ながら歴史上には一見無害あるいは有益ながら非常に危険だと分かった顔料がラジウム以外にもあった。この悲しむべき性質を持つものには、物や身を飾るために長らく使われてきた3種の色が含まれる。白、緑、オレンジ色の3色。白の話から始めよう。紀元前4世紀から古代ギリシャ人は鮮やかな白い顔料を鉛から作っていた。問題は、鉛は人体に直接吸収され、血液や軟組織、石灰化組織にまで行き渡る。神経系に入ると鉛はカルシウムを置き換えて、その正常な機能を阻害し、学習障害から高血圧まで様々な問題を引き起こす。それでもこの有害な顔料は時を超え文化を超え使われ続けた。19世紀に至るまで、テンペラや油彩の白い絵の具を作る際は実質それしかなかったのだ。絵の具を作るため、鉛の塊を引いて粉末にしていた画家たちは有害な粉塵にさらされていたことになる。この顔料の多用は絵描きの先通として知られた。今でいう鉛中毒を引き起こした。鉛を使う画家の訴える症状には麻痺や鬱、咳のほか失明にまで至る。目の問題など多岐にわたった。それでも鉛白の持つ密度、不透明さ、温かな色合いにはフェルメールや後の印象派の画家たちにとって孔子がたい魅力があった。その輝きにかなうものはなく、1970年代に禁止されるまで鉛白は広く使われ続けた。これは十分悪いことに聞こえるが、さらに広く使われていたとある顔料に比べたら、その危険性は取るに足りない。2つの緑色合成顔料、シェーレグリーンと花緑青が18世紀に登場した。天然色素から作られる鈍い緑色よりずっと鮮やかで華やかなことから、すぐに塗料として人気を博し、織物のための染料や壁紙、石鹸、ケーキの装飾、おもちゃ、菓子、装身具などに広く使われた。これらの緑色の顔料はアヒサンドウというヒ素化合物でできていた。人間の体はヒ素にさらされると細胞の伝達や機能に障害を生じる。高濃度のヒ素はがんや心臓病の直接の原因となる。そのため18世紀の織物工場労働者はよく中毒を起こし、また緑色のドレスを着た女性は肌がヒ素にさらされて倒れることがあったそう。緑色の部屋には南京虫は出ないと言われ、ナポレオンの死因は緑色の壁紙の部屋で寝ていたことによるヒ素中毒だったと推測さえされている。これらの緑色の強い毒性は、そのヒ素を使った製法が1822年に公開されるまで隠されており、その1世紀後には殺虫剤として使われるようになった。緑の合成顔料は広く使われていた。最も危険な色だが、少なくともラジウムのような放射能はなかった。しかし放射能を持っていた色もある。それはオレンジ色。第二次世界大戦前は陶磁器製食器の製造業者が釉薬として酸化ウランを使うことは一般的だった。この化合物は鮮やかな赤やオレンジ色を出すことができ、放射能がなければとても魅力的なものだった。もちろん放射能は19世紀末まで知られていなかったし、それによるがんの危険が分かったのはさらに後の話。第二次世界大戦中の米国では、ウランは爆弾開発のため政府が没収していたが、1959年に原子力委員会が規制を緩め、陶磁器やガラスの工場に劣化ウランが戻ってきた。その後の10年間に作られたオレンジ色の皿には、今もその表面に有害性が残るものがある。特に年代物のフィエスタ食器からは今も放射能が検出される。棚に飾っておく限りは危険はない程度の放射能だが、食事には使わないよう米環境保護庁は警告している。今でも食品の合成着色料が問題になることはあるが、科学の知見は身の回りから危険な色を排除する助けになっている。世界史の隠された真実、宇宙の秘密、あまり大きな声では聞けない体についての疑問、
頭が破裂しそうな難問などなど、まだまだ知りたいことがたくさんあるなら、チャンネル登録をお忘れなく。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。